イメラジオ第2369回、今日は令和2年7月19日日曜日です。時刻は午後2時半、横浜港北、日曜の午後です。空、雲がありますが、ブルースカイ見えますね。マンション前の森では夏の虫鳴いています。梅雨は終わったんでしょうか。さっきまで埼玉の男子英語習いに来ていました。今日は今から横浜の女子、あと香川の男子、高松ですね、高松の男子で、宮崎の男子、新潟、上越の男子というふうに、もう日曜日は忙しいんですけど、普段夢ラジオの放送もしていませんね。が、訃報を受けてお話しいたします。三浦春馬さん、なぜ？昨夜じゃない、昨日の午後に初めてニュース流れたとか、私は今日になって知りました。三浦春馬さんといえば、私にとっては永遠のゼロなんですよ。もう今から7年ぐらい前の映画なんですよ。岡田准一が特攻隊員をやっていましたね。私はあの映画見て涙こぼしましたよ。で、そのおじいちゃん、特攻隊員だったおじいちゃんを、その孫が思い出す、その孫役を三浦春馬がやってましたね。いい演技でした。岡田准一扮するね、パイロットが現代の三浦春馬のもとにゼロ戦に乗って現れて、そのままコックピットで敬礼していく、あのシーンは今思っても胸を突かれますね。その特攻というのを現代の青年から見るっていう、その青年を演じたのが三浦さんでした。この三浦さんっていう人、私はなんかお茶の CM やってらしたなという以外にはあまり見たことなく、そしてここにテレビがそもそもありませんから、そのテレビドラマで活躍っていうのもよくは知りませんが、私にとっては永遠のゼロですよ。さっきまで英語を教えてた埼玉の男子も三浦さんの話になって、彼が言うには、極戦とか、ブラディマンデーとか、そういうドラマ、僕もよく見てて、イケメンでしたね、っていう。昨年でしたか、三浦さんの主演する、罪と罰、ドストエフスキーのね、罪と罰、三浦春馬主演、そして大島優子がソーニャやってました。三浦春馬、ラスコーリニコフ、大島優子、ソーニャ、ポスターが渋谷にいっぱい貼られてて、私は足を止めましたね。かなり長い間ポスター貼ってありましたから、ロングランだったんじゃないでしょうか。要するに舞台ですよ、罪と罰。私は見には行きませんでしたが、気にはなってました。へえと、三浦春馬がどういうラスコーリニコフを演じるんだろう。この舞台で、そのラスコーリニコフは役作り難しいはずなんですよ。で、そういうのを経験し、だから三浦春馬はこれから伸びてくんやろうな。実際
今7月なんですけど、この秋からのもうお仕事の予定も、もうすごく入ってたっていう、そんな報道。お酒の量が増えていたようです。やっぱり次にと大きな期待がどんどんかかっていくにつれてプレッシャーになっていたんでしょうか。ああいう芸能界におけるプレッシャーというのはちょっとうかがい知れないですね。同じことやってはダメなんですよ。絶えず変わっていかないと、そして絶えず成長していかないと。一旦それに失敗したら一気に忘れ去られる。それが芸能界なんです。一気に飽きられて忘れられる、あのプレッシャー。歌も歌ってたようですね、三浦さん。私は聞いたことありません。テレビドラマを見ることがないので、私にとってはさっきの「永遠のゼロ」においての三浦さんでしたけど、けれどそれでもやっぱり心に残る演技やってくれた。ですからそれぞれのドラマで、あと演劇で観客に彼が及ぼした影響は計り知れず、そして実際インタビューでも自分の演技を見て、その見てくれた人が人生の何ほどか変わった、その変わったよって言ってくれる、自分の人生が三浦さんの演技見て変わったよって言ってくれる、その声はエンターテインメントに属するものとしてとっても大事なんだと思う。だったらなぜ「罪と罰」のラスコーリニコフ、彼は最後に自分の罪をソーニャの助言あって悔い改め、ロシアの大地に接吻し、そして自首。最後に彼はシベリアに送られるんですけど、そのシベリアに送られるラスコーリニコフにソーニャもついていく。ラスコーリニコフは物語はそこで終わるけれど、その後ソーニャと彼の罰を悔い改める作業に費やしたことでしょう。その役を演じきった三浦さんがなぜ。イメラジオ第2369回、今回は三浦春馬さんの訃報についてお話しました。日曜日はお仕事がいっぱいあってあまりお話できないですね。今日はこの1回だけとなりそうです。あ、太陽が雲の間から輝いてきましたね。もう夏が来そうですね。